10分経過。みんなリンゴかぶってるから今回はなんかバシッと決まる気がするんですけど、いつもやる締めあるんで、もう皆さんわかります。1じゃあ秋田君、じゃあいきますよ皆さん、いきます。今回も、配信視聴ありがとうございましたということで、皆さんおはようございます。軍事 TV でございますよ。早速、ありがとうございます。久田貝吹雪さん、場外乱闘撮影用カメラ基金、いつの日か場外映像を見られますように。ですね、場外映像を撮るためにはやっぱりですね、人手が足りません。やっぱりね、そこをなんとかね、リカバリーできるように誰か人いませんかね、本当に。ありがとうございます、本当に。それではね、今週はやっぱりもう1号選手参戦ということでね、今日もね1時から試合ございますので、今日はゲスト参戦で日向二塁選手参戦という、ちょっと豪華なね、豪華ですね、2人も選手が参戦しますのでね、皆さんぜひ12時ぐらいまで大丈夫だと思うんでね、0196872431までご連絡ください。そして来週4月8日土曜日、群馬県前橋ケヤキウォーク前橋アピタ東側4階屋根付き立体駐車場にて、アゾラフェスタございますので、そこには、ちょっとね、変則的なんですけどね、11時の部と1時の部があります。11時の部は、
2試合ございまして、野足太郎対山代りんご、2試合目が自分対オッソというね、試合があって、1位の方は、なんとガトームーブ提供試合ということで、ガトームーブ、駿河部選手対、みちのく初参戦、四つ葉宮選手っていう、発散戦しますんでね。皆さんそちらの方もぜひチェックしてください。そして、第2試合は、武蔵亀氏組対日向城はやぶさという形になってますんでね。皆さんぜひチェックしてください。チケット、ですね、こちらはね、入場無料で見れます。ですが、雨天の場合中止です。サイン会、撮影会などに変更になりますので、皆さんこちらの方も、要チェックでお願いします。こちらもなんかフリーマーケットやってるみたいなんでね、ぜひ、プロレスの合間に、これは9時から2時までやってるみたいなんでね、ぜひチェックしてください。うん、ということで、ポチマさんありがとうございます。昨日の場外鬼ごっこはそうというか、鬼ごっこ何やってたか知らねえけどよ。まあ、うなことやってたのかよくわかんないけど、まあ、場外でなんかあったんでしょうね。ね。それではね、4月15日、16日、道場プロレスあります。土曜日がいつも通り、夕方4時。そして16日は1時からということでね、ゲスト選手、まじまる選手です。なぜマンジマル選手よ。マンジャだね。戦いたくねえな。絶対カード入らないでレフリーだけやりでえな、ほんとに。ですね、日曜日の方がですね、なんとちょっと豪華です。東郷さんのトークショーもあるというね。そこに日向寿瑠衣選手も参戦、マジマル選手参戦という。ディック統合トークショー&ツーショット撮影会もあるそうなんでね。皆さんぜひこちらもぜひチェックしといてください。そして4月21日、金曜日。開演7時半から、会場が7時からと。有料課長特急さんのトークプロレス第2戦という形で、今回は藤田綾選手が、トークイベントに参加するということでね、東京新宿4円サウンドって言えばいいですかね、そちらの方でありますんで、皆さんぜひチェックしてください。そして、ああ、パチヒトシさんありがとうございます。おはようございます。配信ありがとうございます。はい、どうも。本当にね。使いようのままここにいますよ。そして4月23日日曜1時から3時ぐらいとなってますけどね。第40回。お、塩釜市民祭りがありますんでね。新崎人生プロデュース、塩釜プロレスという形でね、ありますんで、全3試合ということで。第1、まあそうですね、豪華ですね、新崎人生選手を、ね、シーサーを選手。お、アイザーナンバーワンさんも出る。キャンペーンマンズラッセ、もう参戦しますので、皆さんぜひね、こちらの方もぜひチェックしてください。場所の方が、JR 仙石線、本塩釜駅前周辺ということでね、まあちょっと、ですね、広報塩釜最新号の方でもね、ぜひチェックしてください。
入場に関しては無料ですからね、皆さんぜひね、ね、子供たち、まあ、ご家族でね、ぜひ見に来てください。お問い合わせの方が、塩釜商工会立正青年部の方なのでね、皆さん、こちらもチェックしてください。そしてやってまいりました、4月29日土曜日、アラバキロックフェス、30日も、アラバキロックフェスということで、ちょっとね、その日に2回、1時に2回大会あるんでね、こちらの方も対戦カードとかいろいろ決まり次第ということで、追って連、ホームページに載るかもしれませんので、まずは入場料、まあ、参加アーティスト詳しい情報はアラバキ .com をチェックしてください。そして、これからゴールデンウィークツアーが始まってきますね。5月2日火曜日、夕方6時から、福島市ウィル福島アクティ卸町の方で試合ございますのでね。お、ゴージャス松野さんが久々の参戦です。そして、5月3日水曜日2時より、秋田市セリオンプラザで試合ありますんでね。まあもしかしたら秋田市今年でもうこれで終わり。まあ、あるかわかんないけども、ありますんでね。ぜひこのゴールデンウィークの機会にぜひご参戦、ぜひね、観戦してください。そしてね、自分の方にも、取り置きのチケット、大量にありますんで、皆さんぜひね、自分から買ってください。ね。自分からです。自分から買ってください。ぜひ皆さんもう一回言っておきます。自分から買ってください。大量にチケットありますんでね。チケットで、秋田大会のチケット、ああ、どうしようっていう方はね、ぜひお困りの方はぜひ、郡司あゆみの方に SNS の方で DM ください。そしてね、5月4日、金曜日、2時から、八戸市ゆうといの方で試合がございますので、そちらの方もぜひ初進出会場ということでね、駅直結です。皆さん、こちらの方も、ぜひチェックしてください。そして、5月5日木曜日、2時から青森市浜須海館、山へりんご凱旋大会ということでね。ぜひ皆さんこちらも、この5月5日、東北マスクワールド開催しますのでね、ぜひこちらの方もチェックしてください。そして5月6日土曜日、夕方6時から、仙台市レズホテル道の駅ホールにてまた大会ありますんでね、ここから、ゲスト参戦という形でね、新垣仁成選手、藤田隼人選手、橋本和樹選手という、ね、参戦しますのでね、皆さんこちらもチェックしてください。そして、5月7日、ゴールデンウィーク最終戦に、1時から、鍵屋敷勤労者体育センターの方で試合ありますんでね、ぜひこちらもチェックしてください。そして次は6月25日日曜、15時から、仙台市サンプラドホールで、新垣仁成30周年記念大会ございますのでね、皆さんこちらの方もぜひチェックしてください。そして6月30日金曜、6時半より、今年第1回目ですね、後楽園ホール大会、ございますのでね、皆さんぜひチケットをお早めにね、ぜひ買ってください。そして8月20、27日日曜日、1時から野橋の大会ですよ。神戸サンボホールだよ。ということでね。とりあえずね、チケットの方もね、なんか野橋のオンラインショップの方であるらしいからね。
まあ、ありますんでね。とりあえずこういう風な感じでね。4月から、ちょくちょくまあ、大会が、ありますが、まずは、必ず観戦するときは、皆さん、マスク着用です。マスク着用した上で、声援は OK という形なんでね。皆さん、ぜひそちらの方も、注意事項として、今、だんだん、まあ、解除とか、まあ、任意とか、いろいろありますけどね。インチョンプロレスの方は。まず、しっかりマスク着用した上で、感染マナーを守っていただいての、の大会で、ぜひよろしくお願いしますということで、それでは今日は、1時からありますので、12時まで、チケットと言いますかね、観戦したい方は、ぜひ、みちのくプロレス019-68-2431まで、ぜひ、お電話ください。それでは今回もね、大量スパチャありがとうございます、本当に。そうですね。あ、場外乱闘用撮影、ね。撮影用カメラね、本当にね。まあ、私もね、なんかいろいろ、まあ、策は考えてみますけどね。いや、難しいものですよ、本当に。戦いですから、本当に。もう場外行くのはいいんですけどね、もう本当に。もう大変ですよ、おー、九代富士さんが、西奥のお客さんはマナーがいいですね、と。ああ、そうなんですね。本当にちゃんと守ってくださる方多いですからね。本当ありがたいことですよ。そういうことでね。それではありがとうございました。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。